はいどうも皆さんこんにちは、 DIY 努力の鉄でございます。本日はですね、こちらこの2本の丸パイプ、こちらをね溶接でまっすぐにつないでみたいと思います。このね2本のパイプをまっすぐにつなぐって、これ地味にちょっと難しいんですけども、ちょっとしたコツがあります。ここでね、よいしょ、使う道具があります。使う道具はこちら、アングル。アングルの切れ端が便利です。これをね、パイプだけだとどうしてもこうまっすぐっていうのはなかなか出ないんですけども、アングルで挟んであげる、こう要はこういう状態ですね。まっすぐなるので、これをまっすぐに両方からこうやって挟んであげると、こんな感じまっすぐになります。では早速やっていきましょうか。こう調整して、ここで点付け、向きを変えまして、3箇所くらいやっておきましょう。3箇所くらいつけると、ほらいい感じにまっすぐになってるんですよ。あとこちらのね、本付けはね、転がらないようにだけちょっとこれ気をつけてもらって、で、溶接をこっちを溶接したら、その反対側を溶接で、また反対側溶接ってやっていくと、熱歪みなくつなげることができます。ちょっとやってみましょう。ワイヤーまみに切っておいた方が楽です。じゃあ、いきますよ。はい、こんな感じになりました。だいたいまっすぐだと思いますが、いかがでしょうか。はい、というわけでこんな感じ、ピタッと、いかがでしょうか。まっすぐでございます。はい、というわけで今回もありがとうございました。